おはようございます。おはようございます。モクさん、おはようございます。シリマルさん、おはようございます。マユちゃん、ハレリア、おはようございます。今日は、8月12日月曜日です。はい、今日はちょっと涼しくていいですね。今日はちょっと涼しくて、快適です。それではちょっとまあ少し曇ってるでしょうかね。少し曇ってますね。こういう感じですね。こっちの景色はどうでしょうかね。少し曇っておりますが、太陽は出てませんね。はい、姉さんお元気でしょうか。ヒットさん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。カズさん、おはようございます。いよいよですね、明日から集会があります。で、多分今晩は放送できると思いますが、明日の朝から4日間ちょっと放送できないと思います。で、まあ、もしかしたらですね、水木金の朝はできるかもしれません。でも今のところちょっと分かりません。ルルさん、おはようございます。水木金の朝放送できるかもしれません。集会配信の方はまだちょっと目処が立ってません。申し訳ありません。そういうわけで、今晩も多分できるでしょう。しばらくちょっと夜はありません。なぜ生産式はおせんべいなのか。それはですね、イースト菌の入ってないパン、イースト菌が入ってないパン、イエス様はですね、罪のない方と言ったんですね。まあ、イースト菌を罪というふうになぞらえて、つまりイースト菌があるとこう膨らむでしょ。で、そのパンが膨らむことを、まあ、その傲慢高ぶりというふうに考えます。だからイースト菌がなければ膨らまない、罪がなかったら膨らまない、つまりイエス様はすごく謙遜な方という意味なんですね。で、生産式は種なしパンを使います。サミヤさん、おはようございます。元気でよかった。はい、やっと体調がですね、整ってきて、やっとですね、時差ボケも治ってきたような気がします。今日からなんか蚊が多い感じがしますね。蚊が多いので、ちょっとこれからしばらくは蚊と戦わなければなりません。しかし皆さん、一番の戦いは霊的戦いですよ。今週はですね、皆さん、本当に霊的な、戦いとして、祈ってください、ね。アイポンさん、おはようございます。ユウさん、ハレルヤ。いろいろなことが起きるかもしれません。でも何が起きても心配してはいけません。何が起きてもイエス様は変わりません。昨日も今日もいつまでもイエス様は変わりません。イエス様は、皆さんを愛していて、その愛が変わらないんです。その愛が変わりません。金本さん、町の教会行ってもいいですか。はい、ぜひ来てください。ぜひ来てください。イスラエルはですね、イスラエルは、メシアを待ち望んでいます。そしてまだイエス様はイスラエルのメシアでもあるにもかかわらず、イスラエルは、まだイエス様を受け入れてないんです。しかし近いうちにイスラエルはイエス様を、メシアとして受け入れる時が来ます。皆さん考えてください。イスラエルはこの2000年間イエス様を拒んできたんですね。拒んできました。しかし、イエス様の愛は、イスラエルを愛し続けています。皆さん、そこにですね、神の愛を感じてください。アブラハムの時から、
アブラハムの時から神様はイスラエルを愛し続けています。アブラハムから考えたら4000年になるでしょうか。4000年間神様は、イスラエルを愛しています。そしてこの4000年の歴史を見た時に、神の愛は変わらない、イスラエルが偶像崇拝したとしても、イスラエルがイエス様を十字架につけたとしても、イスラエルが、まだ、幼人がイエス様を信じているにもかかわらず、イスラエルがイエス様を信じないにもかかわらず、イエス様は、イスラエルを愛し続けている。この世界史はですね、皆さん、この世界史は、神の愛を表しているんです。世界史は神の愛を表しています。私たちはこの世界史を見るときに、神の愛が本当に素晴らしい愛だということを見る必要があります。皆さん、イスラエルは、まだイエス様を信じていないにもかかわらず、今祝福されて、今集められて、イスラエルという国ができて、今イエス様を受け入れる準備ができてきています。イスラエルの経済は今絶好調です。イスラエルの国力は今絶好調です。死んでいた国が蘇って今、素晴らしい国になっている。それがイスラエルですが、それはエゼキエル、リュウビさんおはようございます。少し太った方がいいよそうですね。イスラエルは今、まさにですね、死人が蘇っています。エゼキエル、それはエゼキエル37章ですね。エゼキエル37章の予言の成就です。エゼキエル37章には、干からびた骨が生き返るという予言なんですけれども、それはまさに、イスラエルのことなんですね。イスラエルのこと。ソリジアさんおはようございます。イースト菌とは何ですか。イースト菌というのは、あれです、パンを膨らませる菌ですね。パンを膨らませる菌。そういうわけで、今イスラエルはよみがえって、そして、イエス・キリストを信じて聖霊が入ろうとしています。まだ信じていませんが、イスラエルがイエス・キリストをメシアとして認めた時に、聖霊がイスラエルに臨んで、本当にイスラエルは神の国としてよみがえります。皆さんはその目撃者になるでしょう。ぜひ覚えていてください。イスラエルがイエス様を信じるようになるということですね。それをぜひ皆さん、目撃してください。それから、そうですね、日本はイスラエルと関係がある。日本の文化の中にイスラエルの文化がたくさんあります。どうして日本にイスラエルの文化があるか、それは本当に不思議です。ヒロシさんおはようございます。日本にイスラエルの文化があるということはどういうことでしょうか。それは、日本もまだイエス様を信じてませんが、イスラエルと共にイエス様を信じるようになるということかもしれません。それは分かりません。日本がイスラエルの文化があるということは、日本人の血にイスラエルの血が混ざっているかもしれません。私たちは、日本とイスラエルが非常に、共通点がたくさんあります。日本人として、日本のリバイバルは一体どのように起きるか、本当に不思議です。イスラエルと、こう、イス
ちらとこう同調して救われていくかもしれません。どんな風になるか分かりません。でもどちらにしても私たちは日本が救われることを祈っていかなければなりません。今週は霊的戦いが激しいです。昨日も言いましたけれど、今週はお盆があり終戦の日があります。多くの人は偶像崇拝をするでしょう。お墓参りを今してるでしょう。また終戦の日に黙祷するでしょう。先週は原爆の日に黙祷しました。それがですね、偶像、悪霊に祈ってるんだ、悪霊を拝んでるということを多くの人は知りません。私は放送で毎年毎年、偶像崇拝はしてはいけない、黙祷してはいけない、先祖崇拝していけないというのに、伝道しているわけです。それでも多くのリスナーは理解できません。多くのリスナーは、どうしていけないのか理解できません。一部のリスナーは理解してくれています。それほど、霊的な目が開かれないと、霊的な目が開かれないと理解できないことなんですね。はい、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトル、私たちはセミです。面白いタイトルです。今セミが鳴いています。セミの音で私の声も聞きにくいかもしれませんが、そして、ここにですね、セミの抜け殻があります。セミの抜け殻がたくさんあります。セミというのはですね、地中の中に何年も幼虫としていて、幼虫として何年も土の中にいて、で、ある時ですね、今みたいにこう木に登ってきて、で、脱皮をして、成虫になり飛んでいくわけです。なぜ私たちがセミだとなぞらえたかというと、この地中の中にいるというのは、この地上にいるということですね。この地上は、地中というふうに考えましょう。闇ということでしょうか。地面の中は闇でしょう。真っ暗でしょう。その中に、幼虫は何年もいます。しかし、時期が来ると、登ってきて、脱皮します。この脱皮というのが、結局私たちは、この肉体の体、この肉体の体から出るということですね。この殻がですね、殻が、その、肉体とするならば、そこからですね、成虫が出てきて、そして羽があって飛んでいく。私たちは、この肉体の殻から出て天国に行く。私たちは、イエス様が再臨するときに、私たちはこの体から出て、敬居してですね、成虫に生まれ変わります。神の子として生まれ変わるんです。私たちは、キラキラした、この肉体ではなくて、この肉体ではなくて、もっと素晴らしい完全な天の体に、脱皮してですね、脱皮して、天国に行きます。皆さん、セミはそれを表しているのではないでしょうか。セミは地中から出て脱皮して空を飛びます。私たちクリスチャンも同じです。この地上にしばらく、幼虫としていますが、イエス様の再臨の時に私たちは脱皮して、空を飛ぶような天国に行きます。
地球がこの世を表し、空が天国を表します。セミだけではなく、いろんな虫もそうでしょう。カブトムシもそうでしょう。トンボもそうでしょう。いろんな虫はやはりこの地中にいて、地中とか地上にいて、そして、その成虫になって空を飛ぶでしょう。カズさんニコ生今やってますよ。カズさんニコ生今やってます。太郎さん、私たちはセミですか。そうですね。またですね、私たちは蝶々でもあります。蝶々とは何ですか。蝶々はですね、あの毛虫ね、あの醜い毛虫、あの醜い毛虫が、何でしょうかね、脱皮するとですね、脱皮すると綺麗な蝶々になります。私たちはある意味では毛虫です、ね、この地上で、醜い毛虫です。私たちは罪の中で、ね、毛虫のように生きます。太郎さん、昨日公園でトンボが飛んでいました。秋の気配を感じました。そうですね。おいしさん、おはようございます。しかし私たちは、私たちは軽挙して空中に上がるときに変身します、ね、よくアニメで変身ってありますが、私たちは変身してですね、蝶々になります。蝶のように美しい存在、醜い毛虫から蝶のような美しい存在に、変身します。天国の体、神の子供としての体、私たちはそのように、ムカデや幼虫のような醜い存在から蝶のような綺麗な存在になります。神様がそのような、虫を作られたのはそういう意味があると思います。神の創造には全部意味があるんです。セミにも意味があるんです。蝶々にも意味があるんです。ムカデにも意味があります。私たちは、神が作ったものは私たちを励ますためなんですね。神様が真理を教えるために、また霊的なことを教えるためにいろんな創造をしました。神が作った、昆虫や動物や植物や自然や全てのことに霊的な意味があるんです。霊的な意味があります。それが創造論ですね。創造論、それは神が創造したものには意味があって、この世界は神の創造物であるという考え方ですね。ですからそう考えるとね、このじゃあセミの声は何かというと、私たちは天国で何をするんですか。私たちは天国で永遠に、イエス様を褒めたたえます。永遠に神様を褒めたたえます。その永遠に天国で、聖なるかな、聖なるかなと神様を褒めたたえます。これがセミの鳴き声ですね。これがセミの鳴き声です。セミの鳴き声はあまり綺麗じゃないかもしれませんが、私たちはセミのように、トモさん、セミはハレルヤーと言ってんじゃん。そうですね。セミの鳴き声はハレルヤです。鳥の鳴き声もハレルヤです。カラスはちょっとわかりませんが、虫の鳴き声、鳥の鳴き声、それはハレルヤです。賛美です。この自然界は神を褒めたたえています。この創造物、自然界は、自分たちを作ってくれた、神を褒めたたえています。神を褒めたたえています。
神様は、神様は素晴らしいです。セミとか蝶々はですね、神様の栄光を表していますが、それを見ることができるのは人間だけでしょう。人間だけが、動物や植物や昆虫が神の創造物で神の栄光を称えているということが理解できるでしょう。そういう意味で人間は最高の被造物です。人間は最高の被造物です。人間は、セミのように鳴くことはできません。鳥のように鳴くことはできません。しかし人間の言葉で神様を賛美することができます。ピチ太郎さん、ハレルヤ。そういうわけで、私たちの存在は 何なのか。多くの人は自分の存在は偶然であって進化してたまたま存在する、この世界が 何なのかわからない、この世界がどういう世界かわからないで、ただ自分のいろんな状況の中で苦しんでいる。霊的な戦いも知らなければ、サタンの策略も知りません。神の愛も知りません。多くの人は何が何だかわからないまま、それは闇なんですけど、闇の中でうごめいている。まさにセミの幼虫です。セミの幼虫は何も見えなくて、ただただ土の中でうごめいているだけです。しかし私たちはまだ土の中にいるかもしれない、土の中にいるかもしれないけど、私たちはいろんなことが分かってきました。私たちは、将来、地面から脱出して天国に行くことができます。おはようございます。このセミのように、土から出てきて、そして脱皮して殻から出て、そして飛んでいきます。私たちはそういう私たちの運命を知っています。私たちの運命、それはイエス・キリストにあって、天国に行くか地獄に行くか、私たちは自分の運命を知っています。多くの人は知りません。多くの人は天国も地獄も知りませんし、天国に行くことも知らない、地獄に行くことも知らない、地獄に行くことを知って、悔い改めてイエス様を信じて、天国に行くということを希望に持つことが大事です。私たちは、そうです。私たちは地獄に行こうとしていたんです。しかし私たちは悔い改めて今私たちは、地獄に行かないで、天国に行こうとしているんです。私たちは天国に行こうとしています。本当に私たちは幸いです。天国に行こうとしています。そして私たちは希望があるんです。それが希望です。天国に行くことが希望です。この私たちの将来をしっかりと知って、確信して、それにふさわしい生き方をしましょう。天国に行く準備です。多くの人は地獄に行く準備をしています。罪を増し加えて、神の怒りが増し加わって、地獄に行く準備をしています。地獄では厳しい刑罰があります。罪を犯せば犯すほどその刑罰が増し加わります。しかし、天国に行く者は、
神の喜ぶ御心を行って、神の御心を行って天における喜びを増し加えています。私たちは天に宝を蓄え、喜びを蓄えているんです。ですから兄弟姉妹の皆さん、ますます私たちは善に励み、信仰に励み、天に喜びを増し加えましょう。天に喜びを増し加え、天に行く準備をしようではないでしょうか。それでは証タイム行きましょう。イエス様を信じて、ああ私は将来、イエス様が来た時に死んでいればよみがえり、生きていれば敬虚して、変身して神の子になるんだ、そして天国に行くんだということがはっきりと分かった証、スタート、イエスキリストを信じるならば罪が許されて、私たちはこの地上で作られ、地上から生まれたけれども、将来私たちは、天の体に変身し、神の子供になって天国に行くということがはっきり分かった証、スタート。もんこさん、イエス様が来られる日、しっかり目を覚ましていて、絶対に天国に行きたいです。絶対に敬虚されたいです。信仰に思います。アメン。アメン。アメン。ゆうさん、生きる目的はイエス様を知り、イエス様を学ぶこと、そして絶対に天国に行けること。アメン。アメン。そうです。生きる目的。お二人はですね、生きる目的をはっきりと理解しました。生きる目的をはっきり理解する必要が必要です。多くの人はですね、生きる目的をはっきりしません。よくわかりません。そこには信仰と決心が必要です。イエス様に自分の人生を捧げ、自分の命を捧げるという決心がないと、生きる目的の確信がないでしょう。私たちは自分の生きる目的を知らなければなりません。決心しなければなりません。ごまちゃん、口で告白し心で信じましたので行きます。アメン。アメン。みーちゃん、天国に行く目標を作りましょう、ね、天国に行く目標、またはリバイバルの目標を作りましょう。カズさん、私たちは罪深い人間です。罪を悔やるための祈ることを続けていきたいと思います。カズさん、私たちは確かに罪人でしたけれど、私たちは許されたことも信じなければいけません。許された喜び、許された喜びを私たちは、知って喜ぶ必要があります。それではですね、
ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。私たちはセミです。私たちはセミです。セミは、地中に何年もいますけど、地中から出て、成虫になり、脱皮して空を飛びます。私たちはですね、セミが1週間か10日ぐらいしか生きてないというふうに知っていますが、ある高校生が、そのセミにマークをしてですね、実験しました。そしたら、その高校生によると、セミはもっと長く生きるというふうな結論が出たそうです。まだそれは検証されてないかもしれませんが、その高校生の実験通りに、セミはもうちょっと長く生きるかもしれません。しかし私たちは、天国では永遠に生きるんです。太郎さん、行ってはいけません。ね。グルドスワイに行ってはいけません。それが敗北です。それが霊的な、グルドスワイは霊的な敗北です。太郎さん、サタンに負けてはいけません。ヒロさん、最近ブレすぎて時間を有意義に過ごせていませんでした。キューちゃんを聞けてよかったです。ハレルヤ。生きる目標をしっかり決めた。決め、そのためだけに生きるですね。その通りです。私たちは、自分の人生を理解しなければなりません。自分は一体何なのか、どこから来てどこに行くのか、どう生きるべきなのか、多くの人は知らないんです。多くの人は何か、よくわからないので欲で生きてしまうのです。なぜ多くの人は欲で生きるんですか？本当の目的を知らないからです。なぜ多くの人は、自己中になるんですか？それは神の愛を知らないからです。なぜ多くの人は苦しいんですか？それは喜びを知らないからです。それはまさに、土の中の、幼虫と同じです。カズさん、イエス様のような何でも許すようなことができません。嫁と言い合いしています。イエス様のように寛大でいたいです。ではカズさん、ぜひ奥さんを許して、ね、奥さんを許して、奥さんを愛そうと決心してください。奥さんと喧嘩してはいけません。エペソ5章に、自分の妻を自分のように愛しなさい、自分の妻を自分のように愛しなさいという命令があります。ぜひカズさん、ね、まずカズさんの方から、相手が奥さんがどんなに、悪口言ったとしても、どんなにひどいこと言ったとしても、許し続けて、カズさんの方から神の愛を示してください。ヒロさん、単なる欲で生きるのと信仰に生きるのとはとっても違うんですよね。もう全然違います。全然違います。欲で生きるのは、セミの幼虫のような生き方です。信仰で生きるのは空を飛んでるセミのような生き方です。欲で生きることは、毛虫のような生き方です。しかし信仰で生きるのは蝶々のように、ひらひらときれいに飛ぶような生き方です。私たちは、神様からのその教えを理解しなければいけません。神様は、直接教えてくれなくても、聖書では直接教えてくれます。その聖書で神様が教えてくれることを特別啓示と言います。特別啓示、啓示っていうのは、こうなんて神様のこう教えることっていうことでしょうか。でこの自然界のことを一般啓示と言います。一般啓示というのは、神様が直接ではなくてこう間接的に教えること、間接的に教えること。これがですね、一般啓示と言います。私たちはこの一般啓示と特別啓示で、神からの教えを学ぶことができます。
両方必要ということですね。ぜひ皆さん、これからも神様の教えを学びましょう。私たちは真理を知る必要があるんです。真理を知る必要があるんです。それでは今日の放送を、聞いて、そうなんだ、死の中で生きていてはいけないんだ、私たちはセミや蝶々のように空を飛ばなければならないんだ、死の中でいつまでも生きてそのまま死んではいけない、父から出て神の国の中で羽ばたくんだ、神の国の中で、自分の永遠の命を喜ぶんだ、死んで地獄に行く人生ではなく生きて天国に行く人生はが欲しい、滅ぶ人生ではなく生きる人生が欲しい、そう思う方はアメンと言ってください。アメンアメン。はい、皆さんおはようございます。アメン。毛虫のような人生ではなく蝶々のような人生を歩みましょう。ムカデのような人生ではなく、ムカデを食べる鳥のような人生を歩みましょう。私たちは愚痴を言う人生ではなく神を賛美する人生になりましょう。悪口や愚痴の人生ではなく感謝と賛美の人生、賛美と感謝の人生の人生になりましょう。旧牧師皆様にイエス様の愛祝福が降り注がれますように。尊い教え、放送いつもありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。天のお父様、感謝します。私たちは、罪人として生まれてきましたが、しかし私たちは、イエス様と出会って、罪が許され、神の子になりました。私たちは、塵から取られ、塵に帰ると、いうような運命でしたけど、イエス様の十字架によって塵から取られ、永遠の命を受けて、塵に戻らないで天国に行くことができるようにされました。それが救いです。それが最高の喜びです。本当の幸せ、本当の幸せ、それは塵から取られ塵に帰る人生ではなく塵から取られ天国に行く人生、天国に行く人生、セミが脱皮して空を飛ぶように私たちは、神の子供として変身することが許されました。今アーメンと言った人たちがイエス様を信じて神の子になることができますように、天国に行くことができますように、彼らを導いてください。感謝します。イエス様、本当に救われたことを感謝します。十字架に感謝します。私たちの、その、救いを感謝します。永遠の命を感謝します。永遠の希望、喜びを感謝します。まだイエス様を信じてない方の目から鱗を取ってください。鱗によって 見えません。鱗によって霊的な目が隠されています。彼らの鱗を取って、鱗を取って霊的に見えるようにしてください。霊的なことが見えるようにしてください。いろんな欲で、欲や間違った考え方で真理が、真理を知ることが、理解することが妨げられています。どうぞ彼らの障害物を取ってはっきりと見えるように、はっきりと真理が見えるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。今ここに生きていることが幸せです。信仰と感謝の気持ちを忘れずに日々大切に過ごしたいと思います。はい、それでは多分今晩放送できると思います。明日以降4日間、朝がちょっとできるかもしれません。水木金は朝があるかもしれません。しかし夜は
できません。夜の放送は休みです。それじゃあ皆さん、また今晩夜7時にお会いしましょう。シャロームシャローム、ありがとうございました。シャローム、シャローム。私たちはセミです。私たちはセミです。